テイクバックの指導はどこを意識してますか？私はちょっとこう押すイメージ、悪くなるとちょっと上げてしまうタイプの人間なんです。気にするのはここを手で上げるとめっちゃ肩が浅くなって振り遅れたりしちゃうから、これは大事ですね。大博多に来ております。井上リコプロと、はい、と生田と来ております。お願いします。後半最終残り3つです。概要欄にインスタグラム貼ってますので、ぜひフォローお願いします。お願いします。お願いします。では7番ホール402ヤードパー4です。完璧。よっしゃ。OK。ナイス。マシンに当たった。リコ打法いいね。ね。やばいよこれリコ打法。マシンにいろんな打法をせないと。キリン打法からリコ打法。そうよ。チャット打法とかあるね。キリン打法ってなんて。どんな打法？中国語で打った法で。広いんでドライバーで。ナイスショー、ナイスショー。さあバーディー取りましょう。取りましょう。100ヤードも前だ。本当よね。ここ取らなかったら。いや本当それなんですよ。しかも私今大台に乗っちゃってるんで。大台の。頑張らないと。80台の。はい。そうなんですよ。では井上リコプロが7番ホール300ヤードですね。はい、すいません。いいえ。いやもううちの名もジャケット持ちなんで。ジャケット持ち。ジャケット持ちの人。嬉しそう嬉しそう。100ヤード前だからは。ここ頑張れよ。105ヤードですね。105ヤード前だからね。まっすぐですけどね。行きます。はい。おー、ショー、ナイスショー、すごい、めっちゃ飛んだ、ナイスショー、すげえね、ハマった時が、気合い、お願いします、行っちゃいます、では質問コーナーいきます、はい、お願いします、番手別の練習の比率知りたいです、なんか練習行かれてるストーリーめっちゃ見るんですけど、はい。番手別で、まあ、ウッド、アイアンとかウェッジとか、はい、どういう比率で練習していってるんですか？私は5、8、7番、こういうドライバースです。少ない、もう全部なんかこうめっちゃ少ないです。2対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 2。あ、比率的には7番が一番多い。多いの、はい、7番が多分8割は言い過ぎか、7割か、あ、6割かな。で、ウェッジが2割、あとの2つが2割。え、じゃあその7番はハーフショットみたいなのしたり、フルショットしたり、まあ、どういう練習してるの？気にしてるのをこうずっと最初、うんうん、スイングチェックって聞いてるの？そうですね、チェックして、で、その後打って、で、またチェックして打って、チェックして打って、みたいな感じで、今まだ定着してないんで、スイングが変えてる途中だから、そうやって何回も何回もやって、ここにカゴとか置いて打って、で外して打ってまた置いて打ってみたいなことをして、基礎作りは7番にしてっていう感じです。スイング変えていくときはもう7番とかの方が、そうですね、もうできもっと最初はもっと低くて9番とかピッチングぐらいでやってて、で今ちょっと7番に上がってる感じ。あ、なるほど、そうやってやるんだ、徐々に。はい、ほんまに長いクラブそんなバシ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 ってことはないかもです。はあ、全部何球ぐらいやるんですか？私結構少ないです多分、まあ、合宿とかだと結構打ち込むんですけど、普通の練習だと200ぐらいですね。200ぐらい、200ぐらいでも結構300はすごいな。3時間ぐらいかかる、バリ長い。あ、もう一球一球に時間かけていってる感じです。そうです、私アプローチもちょっと少ない、一番7番円が多いんです、うん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 、じゃないですか。それなんか遅いんですよ、私も遅いだけなんか全然、でもそうやってね、スイングをこう作っていくときは、うん、まあね、5番とか4番とか打点やったらずっとやってしまうけど意味がないんです。トロも最近練習は何球ぐらい、うん、まあ、あんまちょっとできてないと思うけど、いやマジでここ3週間ぐらいできてない、うん、練習場行けてない、
あの大会の試合のあれ打ち合わせとか。そうだよね。そう反響はね予想以上だったからね。だけどちょっと練習時間作ってね、行けるときは俺もやっぱこうやってミドルアイアンぐらいを練習することが多い、でも実際ラウンドで俺ミドルアイアンも使わんじゃね、今もセカンド9番やけど次も。じゃあ150ヤード9番で、はい、6ピン狙います。うわー引っ掛けた。いやーちょっとセンターからと思ったら130ヤード、はい、9番です。これやばい。うおー良さそう。取るよ。さすが。ダボ取り返すよ。10ヤードで48で。はい。行きます。おお、ナイスオープ。はい、ありがとうございます。距離良さそう。過酷だね、今日。過酷すぎる。やばいやん、もう嵐やん、ね、You are my soul, so it's 私のはチャックリゾーンにあります。奥ギリギリ10ヤード55度でいきます。はい、やばいー、せーやばい、待つんだ、出るな、待つんだ、やばい。今日はもう修行です。なんか嫌な予感だった。60度で行きます。うまい、うまい、ナイスナイス、なんとか耐えた。小崎です。ナイス、ボギー、バーディーパット、オッケー、いいよ、来たんじゃね、来た、来た、うわー、ナイストライ、ナイストライ、次です。ナイスパー、ナイスパー、後半2つ目のパーです、バーディートライです、はい、バーディー、あれ急に優しすぎた。おお、ナイスタッチ。ナイスパー、ナイスパー、ありがとうございます。今日下りが多いですね。そう、下りばっかりしてるじゃん。テイクバックの指導はどこを意識してますか。あ、テイクバック、私はこの左の甲をちょっとこう押すイメージ。あ、ちょっと行っちゃいますか、じゃあクラブの、はい、行っちゃいますか、かなテイクバックの指導が結構悪くなると、その右手強くなっちゃうから、それこそこう右で横に、あ、はいはいはい、シュッて上げてしまうタイプの人間なんですけど、はいはいはい、で、気にするのはこのここをこう、ここでこう、あんまりここは変わらないように押していくイメージ、うん、最初これぐらいまでですけど、どこをどうする、こうやって、はい、あ、確かにこんぐらいフックに握ってたら、あ、私かなりウィークだから、めっちゃウィークだ、そう、この面があんまり、なんかちょっとこっち向いてて、ほんと違う、確かにこれだと押すイメージ難しいですね。あ、確かに、でもそれこそじゃあこの、いやいや、ダメじゃないですよ全然、まあ、この面がじゃあ変わらない、前向いたままだったらこの向いたままこうとかでもいいかもですね。あ、うんうん、あ、はい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 、あ、右手確かに俺こうなるけど、そう、右手がね、やっぱ利き手だとすごい動いちゃうから、
私はこの面をこのままこっちに押す感じ、うんうんうん、もしこうちょっとトールさんみたいに腹グリップする人はこの面がこう、こういう風に動く感じ、私はこっちからこう押す感じなんですけど、はいはいはい、この面をこうやってここら辺までですけどね、うんうん、この最初の30センチぐらい指導はこれで、うん、それでいってます。腰が動いての前提なんですけど、この足がしっかり動き出すのと一緒なんですけど、でも手で上げるとめっちゃ肩が浅くなって振り遅れたりしちゃうから、肩が浅くなる。そうなんですよ、深くこう回したいけど、そこがもう、そうそうそう、先にフィニッシュがいい。手が上がってると上がってる気になってるけど、肩が全然曲がってない、回ってないことがあって、うん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 、逆に肩が回ってれば小さくても大丈夫。はい、確かにアマチュアの人こうね、クラブの位置でトップみたいなとこあるもん、ね、え、そうそうですよね。俺とかそういうクラブが上来たらトップみたいな、うん、確かに肩がどこまで来たらトップとかの方がいいみたいな、うんうんうん、これは大事ですね、手動で全然違うわ、うん、ありがとうございます。いい、8番ホール、はい、393ヤード、池があるんかな、池まで330で届きます。サモタンやったらちょっとやばいかも。またまた狙いはグリーン左端、うん、まっすぐ、はいはい、ちょびっと出てちょっと左に行きます、うん、風が出るかな、お願いします。うん、ナイスショー、いい、ナイス、ほぉー、ナイス、よし、いい、曲がらんな、簡単と、なぜか待ってます、ん、待ってます、え、やばい、切れた、なぁ、これやばいね、セーフだろ、セーフ、そう、うん、確かに、今探しに行きましょう、よし、リコプロは378ヤード、はい、はい、あります、左から風なのでグリーンとグリーンの間、グリーンの左端狙います。おっと引っかかった、ちょっと大丈夫、うん、大丈夫です、拾えてよかった、よかった、よかった、質問コーナー行きます、はい、お願いします、ドライバーのハンドルエイトが直りません、どういう意識で直せますか、ハンドルエイト、わかるわかる、そう、すいません、共感してた、めっちゃ私もハンドルエイトに構えちゃうタイプなんですよ、構えで、当たる時じゃない、当たる時、うん、吹き上がったりするから、あ、どっちやろう、でもね、書いてはないけん、まあ、うん、インパクトか、まあ、動画とか見て、その、えらい、あ、インパクトで、うわーんってね、早くほどけてしまうんだ、はい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 、え、なんだろう、私は私も結構ハンドレートで振るタイプなんですけど、右肩が出ないように、右肩が下がったり前に出たり、こう右膝が前に出たりして、なんかこうなっちゃうタイプなので、それを両方出ないでしっかり腰が切れてたらいい、開くのと切るのは全然違うかな、体を切っていけたらめっちゃいいかもですね、こうここからここにしっかりこうシワが寄るぐらい、こうが OK、 これだとこうハンドファーストにいけるんですけど、こうなっちゃうとこうなっちゃうんですよ、確かに、なんで膝が出ないように、膝肩があんまりこう出すぎないで、右体重になっちゃうから、これ出ると、これがならないで、こうしっかりこっちをこうバシッて切っていけば、ハンドファーストに当てれます、こう出るとダメ、なるほど、ほんとだ、全部下がって見える、うん、そうなんですよ、こう悪い時、そう出ると、でもこれで腰を切ってるって結構思う方、 こっちに回すのを切るって思う方いらっしゃるんですけど、ここをこうグイッてこう上げる、上げるっていうか、こう切り上げるというか、うん、開くとは全然違うんですよ、こっちを止めたまま回らないといけないから、はあ、するとやりやすい、回ってるからっていいわけじゃないですね、そう、こうやって回ってたらダメなんですね、そうです、そうです、そうです、はい、はい、ありがとうございます、難しいですよね、いや面白い、150ヤード、はい、6番アイアンです、なんか手前行けて嫌だ、どう？どう？お、ナイスオ！イエーイ！お、ナイスオです。ありがとうございます。ちょっと遠いけど、バディパット。はい。
144ヤード、はい、この木の上ですね。木の上、はい、うわ難しいなこれ。高く上げないと、はい、これ超える。9番アイアンでいきます。でも左足下がりないよ、ここ上げづらいんだ。上げようとしたらダフりそう。頑張ります。おー、植えた。 OK。 おー、ナイス。ありがとうございます。 OK。 上げてった上げてった、ナイス。ありがとうございます。121ヤード、おい。フィッティングリコーダーでいきます。フィッティングリうわ、ナイス。あす練習の成果ですつないで練習は大事ですね。うわ、語っとります。練習は大事ですねだけ語ってねえやろ今年の抱負は何かありますか。はい、今年はステップアップツアーでまず1勝2勝3勝と複数回優勝できるようにしたいです。で本当に目標はもうステップアップツアーの賞金女王になると QT 出ないで来年の前半戦出られるの で、 それを狙って、まあ、頑張って最低でもファイナルからいけるように頑張りたいと思います。トップ10入りしたらファイナルからなんですけど QT。 QT 厳しいですもんね。そう、それがもうトールゴルフ TV の視聴者さん15万人全員で応援してね、だいぶファンがもうお願いします。いやでも本当に本当にプロっていうコメントで溢れてないか心配すぎる。いや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 こんな、ね、ミスってもあんなにスイング修正中に出てくれるっていう。そうっすよ。いやいやいや、それだけでもう嬉しいんで僕ら。いやいやいや本当に本当はそのとこ見せてくれんけん ね。 いや楽しいんですけど、この楽しさ伝わってるかな。ちょっとめっちゃ楽しんでます。試合を見に行ってね、今年はまた試合行こうよね。行きたいね。今回も多いね。ぜひぜひ、ね、プロの試合ダンスの、うん、ではなんとかこの池は越えれましたね、うん、50度で転がします。はい、あ、やばい、強い。いや、全然いいよ。おうまーい。おーし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 、ナイスアプローチ。ありがとうございます。お先行きます。お願いします。ピンカーンなりせんこれ。よし、ナイス。よっしゃ、ピックパー。ナイスパーですね、今のは。ありがとうございます。ナイスリカバリーのパー。前半からそうなせないかよ。はい、頑張ります。練習が大事です。ちょっと、学びもせずに、ずっと上につけている私のバーディーパット、いきます。全部下り打ってる。ちょっと。カモン、入れ入れ。さあ、うわ、あのさ、あげそう語りかけない。キャディさんの言うから入れたい気持ちわかるけど声が聞こえる。バイブって早そう、これは。そっから下ね。おお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 おもうパター下手すぎる今日声が出てます。パターがめちゃくちゃ下手い。でもミスってる感じじゃないですか。グリーンが合ってない感じ。本当なんか距離感やばいですよね。どうしたん。でも最近ちょっとここ3ラウンドぐらいめっちゃパターやばくて。よかった、やばい、悪いと悪くて、それまでめっちゃ良くて急に悪くなったら、うん、もうメンタル的に。あーね、え、だって黒じゃない、メンタルスポーツ、なんていうの、黒サンド、はい、うん、え、それずっとそれ。いやいや、去年の途中ぐらいから、あの時は黒サンドでした、もう
めっちゃ良かったじゃないですか、あの時はパター、うんうん、ね、もう自信満々だったのに自信がなくなるって怖い。解消法とかそれのパターンの場合はもう本当持ち方変える、パター変えるとか物理的なんか慣れないものになると急に入るから。あ、逆に。あ、そうそうそうです。変えたら入るんですか。え、そうですそうです。普通の違う感じだと素直にストロークできるみたいな、新しいっていう感じで。え、そうですそうです。まあそれだとまあすぐまた悪くなったりすることもあるんですけど、でもやっぱイメージがいいっていうのがパターはめっちゃ大事、自信持って打つことが大事だから。新車効果みたいな感じ。そうです、もうダメだと思いながら打ってる。このパターを変えるというかとか、その持ち方を変えるだけでも全然違いますね。でシーズン中も結構クラブ変えたりするんですか。あ、変えます変えます全然。持ち方で何本ぐらい持ってるんですか。持ってってるのは3本ぐらいです。あ、3本。はい、返すけ、返すけね。あ、そうですよ。なんかタッチとか調子とかで変えていくんですか。そうですそうです。高麗だったらまあこっちの方がいいかなとか変えたりしていい感じに。器用よね。あ、それはそれで難しいと思うけどね。ラストです。最終ホール。9番180ヤード。上げ。めちゃくちゃ上げてる。はい。上げてる気がします。手前には池があります。うわ、届くんかなこれ。5番でいきます。はい。低めに。やっぱ等間隔するな。おっと、おここですか。おお、ナイスオン。ギリ、奥ギリギリ乗ってるの。ナイスオンです。乗ってるけどね、うん、ナイス、ナイス。風に勝ってしまったのか。6番アイアンでいきます。はい、頑張ります。とりあえず最後バーディー欲しい。最後バーディー取ったら今日優勝です。わかりました。ヤッホー。なんなんそれ。ダメだ。え、どこ。ちょっと手前、危ない危ない。池はこれ、池は奥。マリオがおった今。マリオいたね。ホールインワンが見れるかもしれない。そう、ちなみにね、人生でまだ一回もしたことないです。はい、お、そうなんだ。はい、ここで。すごい、ティーを借りていくスタイルですね。あの、ティーグランドで落ちてる。ティーグランドでティーを探すスタイルでやらせてもらってます。だからね、残ってるティーとかで、ね、落ちてるティーで回ってる。151ヤード、はい、6番ヤードです。はい。うわぁ、捕まったよ。ちょっと捕まった、全然惜しい。うわ、惜しい。あ、ありがとうございます。あ、これあるか、ありがとうございます。すでにこれに一人でいいのありがとうございます。目つちする人人感だった。大事なゴルフ場やけ、うん、では質問コーナーいきます、はい。アドレスでピンより右側を向く癖があり、あ、ピンに対してまっすぐ構えるコツがあれば教えてほしいです。これユースケ君もね。そう、右向く癖だね。あ、そうなんだ。ユースケだね。右打ちの人ほぼやろうね、うん、右向く人多いです、やっぱ見てても、うん、でももうこればっかしはもう慣れ、慣れだから、もう練習場とかでちゃんと目標に向かって打つ、ちゃんとここに打つって思ってしっかり練習する、ちゃんと構えて、うん、っていう癖づけですね。いろんなところ向いて打ったり、でもマットの上だけで打つとずれたりしてくるので、ちゃんと向いて、あの棒みたいなクラブとか置いて後ろから確認してみたり、その向いてる時に肩がどれぐらい目標より左向いてたらまっすぐだとか、感覚を、そうですね、感覚をもう研ぎ澄ます、頑張るしかないですね。もう結構でも私でも気にしててもずれちゃうから、向きって今回の質問でめちゃくちゃ多かったのが、練習場ではうまくいくけど本番でうまくいかないって永遠のテーマよね。でそれは絶対向き、やっぱ向きがあるんですよね、うん、絶対向きです、うんうん、絶対アライメントがちゃんと取れてないから、うん、そういうことなんですね。それだといつものスイングできないからですね、やっぱり。なんか練習場ってそのめちゃくちゃ向きやすいんよね、こう線がいっぱいあって。そうですね。で、景色的になんか真ん中にこう集まってるんだ、打席が。で、ターゲットも大きいしね。やっぱアライメントのことを考えながら練習1000件そう、ね、だけど俺もダメなんやなっては思う。満足してしまうよね。うん、プロでその1000置かずに練習すると見たことないもんね。あ、全員置いとるやん。うん、そうね、確かに。
勝手に狂っちゃうから、もう逐一確認結構した方が、ね、うん、いいかと思います。まあ見てもらったり、それこそ、うん、今どこ向いとか見て、あそこ向くけんって言って向いて、ちょっとこっち向いととか教えてもらえたら、うん、すぐ変わるんで、うん、これは、はい、気にして一番大事、うん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 、向き一番。じゃあ最後、はい、20ヤード、はい、55度でいきます。20ヤード嘘やろ。持ちある、もうちょいある、うん、全然35ぐらいあるよ。そんなない。はい、来た。弱いです。あ、弱いです。本当20ヤード打った。なんかもっと20ヤードだったらぴったりです。よし、15ヤード。はい。あー、うまい。最大やった。ラストバーディーパット。おお。ナイス。ナイス。よう曲がる。よし。曲がった。ういっす、よう曲がるグリーンじゃん。よし、入れよう、パーパット。ポッ、はい、では、はい、ウイニングパット誰にやねん。パーパット行くぞ。自分自身に、自分自身に。さよー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。この寒い中、本当に寒たいって言ったやろ今。寒いもんね、ほんとこんな感じがする。いや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 、ありがとうございました。楽しかったです。また出てください。いや、ほんと一回リベンジしたい。もうこれトールゴルフ見てくださってる皆さんからしたら、もう誰この女みたいななっちゃってるじゃないですか。絶対プロとはね、ちょっともうプロっていうのやめたい。今回の動画は次からプロとして出させていただいてもいいですか。いや、ほんとに、ほんともう一回じゃいいですか。いや、ほんとにもう一回出させてほしい。しい。じゃあまだいっぱいいるんで、あの太郎さんとかいう人も。あ、はい、太郎さんですね。よく癖が言う人。必要がまた回っていただければと思います。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。ということで、インスタグラムやってます。ぜひ概要欄からフォローいっぱいお願いします。いっぱいお願いします。よろしくお願いします。ちょっと違った感じのは見てるよね。そう、プロゴルファーとしておしゃれな感じもね。頑張ります。はい、よろしくお願いします。応援の方も。これからシーズンに入っていくということで、はい、僕らももしよかったらね、試合に行って行こう、マジで見に行きたいと思ってるんで、はい、ちょっと邪魔しないように騒ぎます。本当に試合でも喋ってるのかな。気になるし、本当に聞いてみてください、はい、皆さんぜひいらっしゃってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、この動画がいいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました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 。よろしくお願いします。キミカちゃんです。お兄ちゃん、キミカがでかいけど背伸びしてる。松永亮を取ったらキミカちゃんと回りますんで。どういう状況。ごめんなさい。おいしい、おいしい、ごめんなさい。